はい、今回紹介するのはですね、オメガグロリアスですね。はい、アリステラとマリキータマンのタッグです。で、このタッグなんですが、自分はね、いつ仲違いするんだろうと思いながらずっと読んでたんですよね、実はね。まずはキャラクター紹介からいきましょう。アリステラからですね、身長231センチ、体重が208キロ、超人強度は8600万パワー以上と思われます。まあ、アリステラは超人強度を強化することができるんですよね。で、オメガケンタルス星団出身で、超人総選挙2019では第25位ということでした。で、オメガグロリアスっていうタッグ名なんですが、実は彼が名付けたんですよね。その場で考えた感じではあるんですが、ひょっとしたら長い間温めていたアイディアかもしれないなっていうのはちょっと勝手に想像しています。なおですね、相手のフルメタルジャケッツっていうタッグ名に対してはいい名だと褒めていましたね。で、次にですね、マリキータマンですね。マリキータマンは身長212センチ、体重が141キロ、超人強度が8200万パワーで、オメガケンタルス星団出身です。超人総選挙2019では第37位っていうことなんですが、まあね、個人的にはね、作中屈指のタフネスを誇るんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、1日ですよね。1日で3戦も戦って、ナパームコンビネゾン、さらにはサタン様の一撃で串刺しにされてしまってもね、この辺ちょっとネタバレ入るんだけど、生存していたんですよね。あと、羽を片方切断されても一応飛ぶことはできるみたいですね。はい。で、リアルタイムでね、読んでいた時ね、いつね、アリステラを裏切るのかって何度も何度もね、思っていたんですよね。まあ、この点に関してはね、彼にはね、とても申し訳なかったかと思ってるんですけどね。はい。ただね、そのロールシャッハドットをね、するたんびに、その流れがね、フルメタルジャケッツに持っていかれたのはちょっと気にはなっていたんですけどね。で、次にですね、タッグ技ですね。結構多くの技を披露していますね。まあ、2プラトンなんですが、グロリアスサンクションクラッシュ、アンセンションギムレット。これが要はその地獄のねじ回しを連想させる技なんですよね。まあ、オメガハンドでえぐるみたいな感じなんですが、あと、グロリアスエヴァンタイユ、グラッチミミックニードル、グロリアスグレイブヤードスプラッシュ、そしてブレーンズシャットダウンボンバーですね。はい。で、次にですね、フルメタルジャケット戦についてお話ししていこうかと思うんですが、まあ、結局はね、その敗北を喫してしまうんですが、個人的にはこの戦いで2人の評価は大きく上がったんですよね。あと、まあ、筋肉マンにはよくあることなんですが、一戦もしていないアタルト・ブロッケンに対して、まあ、2戦こなしたマリキータとか、あと1戦こなしたアリステラが戦うのはちょっとフェアじゃないかなとは思っていたんですよ。しかも彼らの対戦相手にはですね、ゼブラとかフェニックスっていう競合も含まれていたんですよね。ただね、これもよくあることなんですが、2人ともその前の戦いに対するね、疲れとか傷などはなんかリセットされていた感じはあったんですけどね、実際はどうかはわからないですよ。で、次にね、浮遊立方体リングがある関ヶ原に向かう時の手段なんだけど、自分はね、普通にね、マリキータマンが飛んでアリステラを運んでいくのかなと思っていたんだけど、いきなりね、マリキータマンがアリステラをぶん投げたんですよね、関ヶ原の方向に向かって。強肩にも程があるだろうとは思ったんだけど、で、その後自身も飛んでいくみたいな感じで行ったんで、ちょっとね、予想斜め上のね、移動手段を披露していたんですよね、個人的には。まあ、あれはちょっと予想できないですね、正直な話で。対戦内容に関してはですね、まあ、アタル兄さんが相変わらずと言っていいのかちょっと分かんないんですけど、スロースターターだったんで、序盤は比較的ね、優勢に試合を進めていたかなと思います。あとね、まあ、豪華のクソ力の習得にも成功していましたね。しかしですね、まあ、復讐心があだとなって、豪華のクソ力を使いこなせずにいると、ブロッケンの奮闘などによってですね、徐々に劣勢に立たされてしまうんですよね。そしてマリキータマンがナパームコンビネゾンで KO されてしまうと、最後はアリステラもアダルバンマッスルスパークでね、倒されて敗北してしまいました。でね、まあ、冒頭でも言ったように、マリキータマンについてはね、いつアリステラをね、裏切るんだろうとずっと思いながら読んでいたんですよね。しかしですね、まあ、マリキータマンのアリステラに対する忠誠もしくは信頼っていうのは本物だったようで、サタン様がね、アリステラを粛清しようとした時も、自分の身を犠牲にしてまで守ろうとしていました。
で、最後にですね、2人の今後についてもね、サクッとお話ししていくと、アリステラに関しては今後最低1試合は組まれるんじゃないかとは思っています。まあ、やはりね、そのクソ力を使いこなす展開っていうのはストーリー上必要なのかなっていうのは個人的にね思っているんで、まあそのタッグマッチになるのかシングルマッチになるのかっていうのはちょっとわからないんですけどね。あとまあタイミングとしてはパーフェクト超人や悪魔超人がある程度活躍した後くらいにやっとね出番が回ってくるのかなっていうのはちょっと思ってるんですよ。ひょっとしたら2年後くらいかもしれないなとも思ってるんだけどね、案外早いかもしれないんだけど。で、一方マリキータマンですが、あれだけ大変な目に遭っていながらね、一応ね生存が確認されているんですよね。で、まあゆで卵先生お気に入りのキャラクターっていうこともあって、再びリングに立つ可能性もゼロではないかなとは思っています。で、再登場するとしてもね、どんな展開になるか全くわからないんですが、結構自由な立ち回りができるかなとは思うんでね、その点も楽しみにしたいかなと思ってます。まあいっそのことね、ゼブラとタッグを組むのもありなんじゃないかなとは思ってるんですけどね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。